こんにちは、日本改革党豊島区議会議員楠田良治でございます。ちびようだ様、昭和様、ご支援ありがとうございました。あれやつく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。棟梁様、ポスティングボランティアご応募ありがとうございました。引き続きご支援、ポスティングボランティア、これ範囲は東京都内参院選向け、東京都選挙区で私立候補する予定なんで、メール党員様、メールマガジンご購読でご支援ください。日本改革党東京地区支部長大募集であります。詳しくはご応募は動画説明欄もっと見るをクリックしてください。今日は豊島区副都心開発調査特別委員会でした。で、行ってまいりました。こちら、私の議員控室なんですけども、まあ、一番ちっちゃいですね、一人用の、6畳ぐらいの部屋なんですけども、まあ、参院選に立候補をすると、自動失職、豊島区議になりまして、まあ、もうすぐお別れっすな、この小さい議員控室もな、前の使用者の石川大我は、比例で3議になったけど、果たして私も当選できたらこの部屋出世部屋ってことになるんじゃないでしょうか。豊島区議会においては出世部屋ってなるんじゃないでしょうか。明日17日朝から私入院します。顎骨内納法摘出手術のため、こちらですね、肺がんの手術の時に全身検査された時に発見されたものでして、4日間程度入院します。17、18、19、20、22に退院できればな、まあ何事もなくいたらば20ぐらいに退院できるかな。その間動画とメルマガは誠に申し訳ありませんがお休みさせていただきます。ご了承ください。全身麻酔でやるそうで、ちょっと怖いであります。まあ麻酔つってもですね、事故率4万分の1ぐらい、事故ありまして、戻ってきませんけれども、まあ肺も取ってるし、危ねえな。普通の肺がちゃんと全部揃ってる人よりはリスク高いのではないか。ということで、今からビビっております。留学生は国の宝田明と保在板バカ総理の支持率がですね落ちないというニュースであります。読売新聞、昨日の読売新聞ですね、最新内閣支持率、これ5月13日から5月15日の間、調査したものだと思います。63% で前月のより 4% 増えました。不支持率 23% で 6%減りましたという記事ですね。これについて、私がですね、私の説として財務省が増税の道具岸田をマスコミに叩かせないという私と同じ意見があり安心いたしました。ネットの反応です。財務省はマスコミだけじゃなく野党にも影響力があるから増税させるために岸田を叩くネタを出させないと、その他の意見ですね。結局何もせんのが最強なのか、何もしない、何も言わない、言われたままただいるだけのやつが実は一番無難なのか、こいつや林は外交が不安で仕方がない、安倍菅政権なんてお茶飲んだりパンケーキ食っただけで叩かれまくったのに。ありましたね、菅総理なんかホテル大倉のパンケーキ2000円ぐらいの、食ってたら叩かれたみたいなね。野党は参院選は捨てたんか、ロシアウクライナで戦後体制完全終了、まあ右翼だ左翼だ、左翼が普通っていう時代はもう終わりました。日本改革とは一応極右政党を目指しております。そういうのの中で、最右翼っていうのかな、を目指しております。
財務省が強力にですね、岸田を叩くなってメディアに圧力かけてんでしょうね。岸田はですね、やりたい放題増税できる可愛い手駒ですもんね。財務省にとって洗脳済みだし、一族も財務省いっぱいいるし、岸田総理結構な失言してんだけど、テレビ報道されないもんね、これね。新聞ではちょろっとね、東京新聞あたりの地方紙が書きましたけど、5月13日、内閣委員会、質問、令和版、所得倍増、資産所得倍増、子供政策の予算倍増はいつまで達成するの？岸田総理に質問がありました。岸田、倍増とは言ったが、いつまでとは言ってない。なんて言っちゃったんですよ。期限は特に決めてないってね。開示にこんなセリフありましたね。まるで詐欺師のセリフだよね。安倍総理がこんなことを言ってたら、朝から晩までワイドショーで特集組んでね、1週間ぐらい叩いてたはず。で、テレビ局も、嬉しがる。ネタできたっつって、フィーバーだと死後を言ってですね、叩きまくったはずであります。ネットの話、なんでこんな支持率が高いの、理解できん、何も考えていないってことですね。まあ期限切ってないって言ってるからね。宿題の提出期限撤廃を、倍増言いたかっただけ。検討しから倍増小僧へやる気はさらさらない、そうなったらいいなってだけか。あんなこといいな、できたらいいなですか、ドラえもんの歌ですか。この失言もテレビで叩かれないと、よっぽど強力にですね、財務省が締め付けてんでしょうね。岸田叩くなや、お前ら、この野郎、新聞テレビや、新聞の低減税率見直すぞとか、毎日国税が入って仕事にならんぞ、とかですね、記者会見から締め出すぞ、仲間外れにすぞ、などなど、財務省がメディア各社を脅す手段はいろいろであります。まあ、このまま言ったらですね、立憲共産社民令和の論外野党が大敗北しちゃうんじゃないのかなって思いますけど、なんかね、論外野党よりも財務省の方が対峙しない害悪が大きいような気がしてきました。日本にとって害悪、まあもちろん論外野党もデトックスすべき害悪なんですけど、財務省が毒の具合が大きいんじゃねえのかな、思えてまいりました。画像提供ありました。5月15日昨日ですね、13時頃立川市で共産党がまたね、今日も元気に内裏たすきで事前運動選挙違反する日本共産党、山添参議、米倉都議、豊島区のやつですね、あと立川市の市議どもが内裏たすき、確認できます。あとね、公共物に勝手に登り祝いつけちゃって、これ軽犯罪法違反ですね。5月14日には代表の C 和夫自ら選挙違反やってました。これ容認してるってことですよね。代表が選挙違反、内裏たすき使用を容認してるってことですね。しかも堂々と自ら発表してました。この写真を自らツイート、何がありがとうございましたか、って思うんですけど、ネットの話、組織的選挙違反、やらないことがないレベルで毎回やってる、むしろ反体制組織として積極的にやってる感じ、世界中で共産党は国家や法律より上の存在、憲法守れという前に法律守れっつうの、そりゃ支持されませんって、この人変換ミスしてんな、指示な。法や民主主義を破壊する立場だし、ということで、中国共産党は憲法を無視できる、党の存在の方が憲法より上であるって
はっきり決められてまして、っていうことは憲法も無視できんだから法律も無視できんですよね。あの共産党は、中国共産党はね、はっきりそう定められている、実際そうしてるしね。日本共産党も積極的に違法行為して中国共産党を見習ってんでしょうね。まあ悪ぶってですね、反体制のアピールしても選挙やるたび議席減らしてんのはご愁傷様という感じであります。今度ね、東京選按区では、この山添拓が選按区で出んですけど、私と争うことになんですけれども、まあ一人しか出ねえんだね、共産党。山添拓一択一本化絞って、まあ6人当選するんですけど、6枠あるんですけどね。議席減らすっつったら山添拓落選しねえかな、思っておりますけど、公安はあの監視ばっかしてないで、そろそろ検挙したら、鉄槌下したら、法律な、ちびちび捕まえてたら警戒されて、その後やらんようになるから、こういうのは一斉にドガドガドガッと同時に逮捕すべきなんですよね。参院選前にそれやったらえんでねえの、ダメージでかいから。急にね、いなくなった、逮捕されていなくなった候補の替え、急には聞かないだろうから、まあね、テレビでワイドショーで国策逮捕とか権力の横暴とか、叩かれるだろうが、構わないからやったらいいんじゃねえの。ネットがですね、ネットの我々がテレビは犯罪者の味方すんのかよって、反撃反論してあげますよ。共産主義は禁止すべき、それが世界のスタンダードであります。というわけで、明日から4日間ほど手術のため、入院のためお休みさせていただきます。募集の方は、私入院中でも動いておりますんで、メール登録であるとかポスボラをご応募とかはよろしく、お願いいたします。